ね、石井くん、はい、石井くんは虫食べる人だっけ？虫はそんな、まあ最近ちょっと流行ってるというか、そういう話題結構上がってますけどね。コオロギとか。いや、ちょっと、あんまり、まあ、まあ見た目を気にしないで食べれば多分食べられる。あ、本当。石井さん食べれます。俺はまあまあ虫食べて育ってきた。虫食べて育った。え、長野県はほら海がないから。ああ。虫を食べるしかないよね。そんなサバイバル生活してましたか。とかね、あんまり蜂の子とか。君はどう？トキさん、いない。これ、これ四角になってる。あれ、これいつの間に、今日トキさんは虫にやられた。虫に食われちゃった。ああもう魚の番組なのに虫に食われちゃったのか。事前番組ですね、我々が釣りアウトドアにチャレンジする番組、こえ釣りの事前告知をする配信でございます。はい、まあ、この2人でね、明日放送の内容をお知らせしつつ、この裏話や楽しみ方なんかをのんびりお話ししますということで、はい、さあ早速ですが、明日放送のこえ釣り本編ではなんとゲスト2人を迎えての豪華な展開でございます。来てくれるのが小林雄介くんと西山幸太郎くんでございます。やったー、はい、いやなんか計算以来のゲストでいきなり2人来られて結構豪華ですね。確かに、もうなんかしかも今回は、海です。海ですね。ね、初のね、声釣り初めての海釣り、船に乗ってね、行ったよね。行きました。いやー、これ最初はどうなることかと、釣れるのかどうなのかとかね、いろいろあったけども、いや、ちょっと皆さんね、これマジでこれはそう、声釣り始まって以来のもういやね、もうバクッ、どうなのかっていうね、はい、結構、あれだから編集とかもどう、いや、そうですね、ってのかなっていう、大変で目まぐるしい感じだったからね、展開が。確かに、うん、いやしかもその過去最多人数でやりましたから、そうそうそう、その見どころがあっちもこっちもみたいな、あっちで動きがあってみたいな、ね、うん、いやということで、ぜひ皆さん、はい、第9回ご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。こえつりー、ここで新コーナー、こえつりクイズまあそうなんですよ、はい、ここまで来てね、釣りもようやく我々楽しめるようになってきました、はい、そこで番組で紹介された釣りの知識などをクイズ形式で振り返っていきます。ただし、はい、ただしただクイズを答えても面白くない、はい、先にクリアした方が回答権を得ることができるミニゲームを用意していただきました、はい、このミニゲームに先にクリアした人が、答える権利がゲットできる。なるほど、でクイズに答えられなかった人、はい、というかまあそうですね、正解できなかった人には、体にいいお茶をプレゼントするという。ちょっとお兄ちゃんにさ好きすぎでしょ。お茶そんなに健康にしたいんですか。どんなお茶でしょうね。いやもうそれはもうあれしかないですよ。もうそうですか。あれしか、僕が冒頭でなんで虫の話をしたと思いますか。さあ今回怖い怖い、回答権を得るために挑戦するゲームはこのやだな、おもちゃの釣りゲームでございます。はいはい、この竿を使って先にあのボックスの中にいる魚を釣り上げた方が回答権を得ます。では第1問お願いします。お願いします。デレン、あ、一釣り目からの問題。はいはい。釣り具を買いに行った上州屋さんでルアーフィッシングを選んだ3人、店員さんから教わったルアーの種類は何と何だったでしょうか。え、ちょっと待って、何、え、種類、ルアーの種類、ルアーの種類、ルアーの種類、え、ルアーの種類は、え、ちょっと待って、ルアーの種類、ルアーの種類、ちょっと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 待って、まあ、用意、スタート、はい、もう釣れてんのかな、これ。これね、あの、あ、釣れた、釣れた、魚釣れた、全然釣れないんだけど。え、ルアーの種類でしょ。じゃあ、答えをどうぞ。え、正式名称じゃないとダメってこと。
あ、それも釣れた。ルアーの種類でしょ。ルアーの種類、まあ、な、あの細いやつと、そうですね、あの平らなやつってことでしょ。うん、うん、なんかあのひらがついて、なんかヘラみたいなのがついてるのと、細くてあのこうすごい動きが細かいやつと、うん、浮くやつと浮かないやつと、まあ多分そうですよね。ちょっと正式名称正式名称わかんないの。トキさんわかります。トキ君ならわかるかもしれない。わかります。これわかんないです。正式名称わかんない。多分石くんもわかんないよ、正式名称。はい、わかんないですね。ちょっとこれ難しくないですか。難しくない問題。難しい。しかも、うん、問題がやっぱ一つ目だから、もう去年のロケの話ですからね。うん、まあ、そう、なんかだいぶ記憶も。じゃあ石くんちょっと答えてみてよ。だから、なんでしょうね。なんとかルアーとなんとかルアーってことかな。答えはスプーンとプラグ。プラグ。いや、スプーンっていうのがあれですね。ちょっとちょっとこうスプーンみたいなのがついてるやつね。この先の先ね。でプラグっていうのが、樹脂製などの。魚の形で、小魚のような素早い動きがする、ちょっと細めのやつね。そうだったんだ。なるほど。なんかスプーンは聞き覚え、そう、聞き覚えあるんだけど、ああスプーンかって今ちょっとなった。フラグ全然出てこなかったわ。全然出てこなかったね。ラン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 。乾杯。乾杯。はい。うん、あー健康にいいね。教わったテクニック、うん、ルアーがどのくらいの深さに沈んでいるのかを知る方法とはどんなものでしょうか。スタート。魚だな。違う。俺の人手だ。麦わら帽子だ。あ、確かも外れだ。でもあー、魚だ。はい、全然釣れん。だからもう普通にそのカニだ。数字というかの数を数えて、どれぐらいに、何カウント目でこの止まったかどうかで、とかそこについたかどうかで判断する。ああ、よし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 。いや、これは僕も分かったんですよ。はい。そういうことですよね。答え、事前にルアーが何秒で池の底に到着するのかをカウントしておき、ルアーが沈むスピードを計算するということですよね。これは僕も分かったんですけど。ランラ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 。いただきます。はい、どうぞ。いいですね、いいリアクションですね。もう帰っていいですか。うん、まだです。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Takahide. Happy birthday to you. わあ、ありがとうございます。こんな長いお茶2連発した後に誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、そっか。見てこれ。ほら。本当になんか、こんな写真撮りましたっけ。こんなさ、ちゃんとカウントダウンの時のやつじゃないかな。あ、うん、確かに残りあと3日ですみたいな。そうっていうので、ちょっとボツになったポーズなんでね。30歳になっての、まあ、抱負というか。抱負ですか、うん、健康ですね。こっちだー。さあ、ではここでね、いろいろ教えて
知らせしていきましょう、はい、ブルーレン &DVD 第1巻が6月21日に発売されます、うん、10月15日には横浜 YTJ ホールにてイベントも開催します、うん、1巻には昼の部、7月26日発売、2巻には夜の部の先行販売申し込み券が封入されます。さらにグッズ付きチケットもありますのでホームページをチェックしてください。はい、そして声釣りのオープニングエンディングの釣りでも行こうかちっぽけな僕らの CD も絶賛発売中でございます。はい、僕らと3対1で話せるオンライントーク会への申し込みも開始しておりますので、うんうん、こちらもぜひご購入ください。よろしくお願いします。さあということでね、はい、今日は2人体制だね、めっちゃさっくりとあっちゅう間にこうなる。そうだね、なんかやっぱ2人だとそうもっといろんなこと話したいけど全部ネタバレになっちゃうし、うん、まあでもいいんじゃない、向きがいいと話し好きだって結構話したし止まんない。そうあの向きさんと2人で話してたらしいの言われてるぞ言われてるぞ。さあということで、はい、明日放送はね本編にね、ゲスト2人登場します、はい、ぜひぜひご覧ください。では皆さんバイバーイ。バイバーイ。